皆さんこんばんは、まなみです。今日はドラッグストアで買ってきたものを紹介したいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあまずこちらセダヌの UV シルクフェイスパウダー02番ナチュラル自然な肌色 SPF48PA3+ オールシーズン用セミマットタイプで、こちらはパフ鏡付きって書いてあります。こんな感じでパフがついてて02番なので自然な肌色になってます。これは視聴者さんにキャンメイクのフェイスパウダーとセザンヌのフェイスパウダーどちらがいいかちょっと比べてほしいっていうことだったので、私も実際気になってはいたので購入してきました。この入れ物がセザンヌっぽくてすごいシンプルでいいなと思いました。はい、じゃあ次ですね、ケイトの方のフェイスパウダーになります。こちらはナチュラルタイプ、ハーフマットなナチュラル肌タイプ、パフ付き、リキッドファンデーションや BB クリームの上からテカリ崩れを抑え自然にカバーし透明感がアップするフェイスパウダーって書いてあります。まあ、中身はパフが付いてて、お色味はこんな感じの至って普通なナチュラルなカラーのフェイスパウダーです。ケイトのフェイスパウダーも使ったことないのでどんな感じなのかっていうのを結構気になるところです。はい、次はこちらケイトの、ブラウンシェードアイズアイシャドウ BR の2番スキニーです。カーキーの色が入ってていいなと思ったので購入してみました。今新しく CM やってる色のカラーとは違うんですけど、カーキーがいいなと思ったので買ってみました。次はケイトのスリムクリエイトパウダー NEX1 の自然に馴染む立体感、フェイスカラーですね。これはハイライト&シェーディングってことなので、まあ普通に、まあ、こっちがハイライトでこっちはシェーディングっていう感じで使っていきたいと思います。これも本当初めてで、ケイトのハイライトとシェーディングもう使うの初めてなのでどんな感じなんだろうっていうのが未知ですけど、まあ大体こういうのってそんなに他のあれと何か大きく違うっていうのはないと思うんですけど、ケイトから出てるのを買ってみたかったんで買ってみました。続いてはこちらのケイトのアイライナーになります。こちらはソフトブラックライナーです。ケイトのアイライナーもしばらく買ってなかったのでどんな感じかなっていうので、まあケイト縛りしたいっていうのもあったんですけど買ってきました。じゃあ次、はい、こちらのケイトのラスティングデザインアイブロウ明るい茶色。以前ケイトのアイブロウって使ってたことあったんですけど、ちょっとしばらく使ってなかったので、まあ、どうせならと思って新しい方を買ってきました。ケイトのカラーハイビジョンルージュの、レッド3番と BE1 番と PK1 番を買ってきました。あのタイプ別に一応買ってきたつもりで、あとオレンジの方は秋冬になるので省いたんですけど、まあ、ちょっとこう暗めのとベージュ、そしてオーソドックスなピンクっていう感じで3種類買ってきました。はい、こんな感じでスティックタイプになってます。中は結構こんなに入ってるのでだいぶお得かなと思ったんですけど、こちらがピンクになります。可愛い色ですよね。こちらが割と今回暗めになってるカラーです。レッドの3番ですね。こちらがベージュになります。どんな感じでしょうか。ほんと3種類違うカラーを選んできたので、まあ、それぞれ違うタイプに合わせてメイクできるかなと思います。手に塗った感じはすごいあのスルスル塗りやすかったです。この3種類はまた違う動画でレビューしようかなと思ってるので、今回はこんな感じで説明は終わりますけど、今手に塗った感じはすごいカラーもいいし塗りやすかったのでいいかなと思います。はい、こんな感じで今回はドラッグストアで買ってきたものを紹介しました。ケイト縛りをやりたいなと思ってるのでケイトのものが多くなってはいるんですけど、8月に、新発売になったものが結構あったので、ざっとですけど、まあ、チェックしてみて気になったものだけを購入してきました。この中から、皆様も気になるものがあったらぜひ、ドラッグストアとかにチェックしに行ってみてください。グッドボタンとチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。